Good morning, everyone! みんなはじめまして。私はメノア・ベルッチ。ニューヨークのリベリカ大学で准教授をしているわ。Thanks! 先に言っておくと、我々の専門は物理や科学ではなく、デジモンの研究だ。ある事件の調査と解決に、あなたたちの力を貸してほしいと思っているの。リサーチは得意分野なの。ある事件とは？一見被害者の素性はバラバラに見えたけど、彼らには共通点があった。それはつまり犯人はデジモンけど、助ける方法はある。エオスモンは何らかの方法で意識をデータ化し奪っている。そして自身が掌握する電脳空間に一時的にセーブしているようなの。それってつまり、あなたたちの力を貸してちょうだい。私たちはそのためにここに来た。作戦立案は慎重に行うべきでしょう。 But 悠長に構えている時間もないの。そう。エリアデータ、バックアップスタート。違う。あなたたちの問題よ。ああ。言葉の通りよ。あなたたちにだって知らないことはあるの。それが私の研究テーマだからよ。やめなさい。それが証拠よ。僕も認められません。あなたの言ってることが本当だとしても、僕は諦めない。対処法は必ず見つけてみせます。気持ちはわかるわ。9歳で出会って、それからずっと一緒だった。学校にも連れて行ったし、旅行の時も離れなかった。本当、どこへ行くにも何をするにもいつも一緒だった。私のように悲しい別れを他の人たちにはしてほしくない。メノアさん、ツガネコをしろ。エオスモンが発見できれば、これでエオスモンを倒せば意識を奪われ。メノア・ベルッチ、エオスモンはあなたが作り出した人工デジモンですね。やっぱりあなたジーニアスボーイね。あなたたちのためよ。一体どうなってるんだ。そうね、それはみんなに聞いてみるのがいいんじゃない。なんだ。ここが私たちの理想郷よ。パートナーとの離別は宿命、変えることはできない。私がみんなを助け出すために作り出した女神。こんなものデジモンなんかじゃない。お前だって本当のパートナーがいたんだろ。そうよ、一番大切な友達が。だから私はずっと取り戻そうとしていた。あのオーロラが現れた日、しかも誕生したエオスモンには特殊な能力が備わっていた。それが人の意識をデータ化する能力ってわけか。エグザクトリー。それが分かった時、私は直感した。この力を使って選ばれし子供たちを助けろって、モルフォモンがそう言ってるって。ここでずっと一緒にいるのよ。一番の友達と一番の思い出の中で。やめろー。
なんだ、テニットも何をするんだ。クライモン、パタモン、どうしてテイルモン、ゴマモン、マルモン、どうしたって言うんだ。まさか操られてるのか。違う、これはみんなの意志、これはみんなの願い。ここを壊そうとするあなたたちは。そんな、こんなことって。これが私の救済。ここで大切な友達と別れることなくずっと一緒にいられる。変わってないさ。俺たちはみんなを助ける。ナンセンス。ここがみんなの。行くぞアグモン。そうすればみんな私を変な目で見る。私決めた。私ニューヨークへ行く。私はこれから自分の力で生きていくんだ。これからは自分の力で人生を切り開くの。大好きな研究をして世界の役に立つんだ。モルホモン、なんで私こんなの知らないの。モルホモン、モルホモン、モルホモン、モルホモン。私が選んだから。ずっと一緒だよ。明日はどうするの？明日のことはわからないな。